今回の文章はすべて詳細欄に記載しております。ポイント、ロシアとウクライナの分断から俯瞰する世界。なぜロシアのプーチン大統領がウクライナに軍事侵略をしたのかというと、丸、一部、もしくは多数の人族は信じたい情報を信じる。丸、支配階級になれるのは、能力ではなく最後は運で決まるから。なぜ人族は分断するのか？これは多数の人族の意思決定は、合理性や科学的、客観的ではなく、信じたい気持ち、信仰心と個人の利権によって決定されるからです。まず、多数が持っている人族の特性である信じたい情報を信じるという特性によってプーチンは、ウクライナはロシアの州の一つであると信仰しております。ウクライナとは自分の管理下に置かれた州の一つであるのに、そこの行政長官であるゼレンスキーは自分の意思決定に従わない。これは独裁国家であるロシア連邦の意思決定に従わない反落州であると認識します。そのロシア連邦の一部であるウクライナ州にあろうことか民主主義国が兵器を無償援助して、内乱を収束させないように画策しております。ロシア連邦の大統領としてはそのような状態を是認できません。ものすごく雑に解説すると、中国の軍事援助や武器援助によって独立しようと画策しているならず者の大阪府が、日本政府の法律を無視して武力行為を繰り返し、ドネツク神戸、ルガンスク京都の住民の命を脅かしているのです。これを日本国代表であるプーチン大統領が何とかして、この跳ねっ返りの大阪を治めようとしているのが、一部、もしくは多数のロシア人やプーチンが見えている括弧湾曲した世界観なのです。プーチン氏は現実湾曲空間の使い手であると言えます。宗教やカルトにがんぎまりした人族に何を言ってもその人族を宗教やカルトにがんぎまりした状態以上から抜け出させることはほぼ不可能です。それらが自らがんぎまっている現実を理解し、振る舞いを疑い、論理的に価値判断できるのを待たねばなりません。よって外部がプーチン大統領に戦争をやめるように説得することはほぼ不可能です。言い換えるとカルトや宗教にがんぎまりしている人族には近づかない、触れない、会話しない、のが自身の生存権を最大化させる手段ですし、これらの状態異常を外部が解除する方法はほぼありません。また、アメリカが、今回の戦争の原因は、プーチン氏個人に問題があるのか？ロシア文化に問題があるのか？といった疑問に対して、ロシア文化に問題があると帰結しております。これは、丸、ロシア人は、放っておくと何をするかわからない危険な民族なので、強権的な独裁者を求めやすい。丸、多数のロシア人はスラブ人イコールロシア人だと思っており、ロシア人以外のスラブ人カッコベラルーシとか、ウクライナ、とかの旧ソ連国の人民はロシア人から枝分かれした、足という価値観を持っている。ただし、スラブ人の起源はウクライナあたりであり、コサックも、独ソ戦で活躍したのもウクライナ人です。ファンタジーの吸血鬼に例えるとわかりやすいかもしれませんが、ロシア人がスラブ人の始祖だとしたら、ウクライナ人などのスラブ人は始祖が力を譲渡して生み出して作り上げた子や孫です。最も高貴で敬われるべきスラブ人はロシア人であり、高貴な血を引く始祖のロシア人に子や孫が立てつくなど言語道断、打ち首者です。客観的な歴史はどうあれ、一部、もしくは多数の人族は客観性よりも主観で判断します。ロシア人か自分たちこそが最も高貴なスラブ人だと認識すれば括弧湾曲した世界線ではそうなるのです。なので、このウクライナ戦争において、偶発的なイベントが発生しないという前提条件であれば、停戦交渉が発生する時期はウクライナ軍がウクライナの領土の大部分を取り返した段階になるまで発生しません。なぜなら、始祖スラブ貴族であるロシアが、デミスラブ人であるはずの平民に負けることなどあってはならないからです。支配階級の統治能力が疑われてしまいます。これは言い換えると、プーチン氏の勝ち筋は、不確実性を高めることにあると思います。例えば偶発的にミサイルがバルト三国に着弾して、ヨーロッパとウクライナの信頼関係に亀裂が走るとか、モンロー主義を信仰する人族がアメリカ大統領になるなどです。次に、プーチン氏は基本的に約束を守りません。これはオリバーストーンのプーチンというドキュメンタリー映画からの考察ですが、丸、ホモセクシュアルがロシア社会に存在しても問題ない耳矢印、ロシアゲイ、プロパガンダ禁止法の成立。丸、アメリカ選挙に介入していない耳矢印、米中間選挙、介入認めるロシア大統領に近い実用化。といった感じで、これらに書面上の拘束力はありませんが、プーチンという人物を俯瞰する上で、自分に都合の悪い約束は守らない人物だということが把握できます。次に、プーチン氏とウクライナがほぼ絶対にウクライナが領土の大部分を奪い返さない限りは平行交渉が始まらない可能性が高いとオマンジューが分析している理由は、2004年にウクライナで起きたオレンジ革命、ユーロマイダン革命に対する、プーチン氏と一部、もしくは多数のロシア国民の理解と、民主主義陣営の住んでいる一部、もしくは多数の人族の世界線が大きく分断しているからです。オレンジ革命からのウクライナの近代史を説明する前に、このウクライナの近代史は読み手によって評価が大きく変化する事象です。なのでこの内容を読んだ人族個々人が独自に判断して全く差し支えありませんし、それが合理的だと思われます。2004年オレンジ革命からロシア、2014年クリミア侵略までの流れ、丸、2004年、ロシア寄りの政権が、選挙で勝利。丸、その選挙は不正があったと、自由主義寄りの反対勢力が訴える。丸、再選挙の結果民主主義陣営が勝つ。丸、
自由主義陣営政府のうち下馬発生、丸、結果2010年大統領選挙で、ロシア寄りの大統領が再選される、丸、ウクライナの汚職や経済低迷を止められないウクライナ親ロは政府、丸、ウクライナ市民、EU に歩み寄り助けてもらおうと提案、丸、これ以上ウクライナがロシア寄りから EU 寄りになるのを恐れたウクライナ親ロは政府は EU と一緒になるのに慎重宣言。丸、汚職と経済低迷に起こしていたウクライナ市民激おこぷんぷん丸、2014年、マイダン革命発生、丸、命の危険を感じたウクライナ親ロは政府大統領はキーウを放棄、丸、親ロは政府与党が政治運営できなくなったため、ウクライナ国民は再選挙を要求、丸、親ロは政権崩壊、丸、プーチン、ヤヌコービチ政権の崩壊をクーデターによるものと位置づけ、ウクライナのクリミアへの軍事侵略、というのが一連の流れです。プーチン氏は、ウクライナの親ロはヤヌコービチ政権の崩壊を、EU とアメリカが裏で煽ったウクライナの軍事クーデターによる反強制的な軍事介入だと認識しています。自由主義陣営の一部の人族はこのウクライナの親ロはヤヌコービチ政権の崩壊は、ロシアの圧力にひよったヤヌコービチ政権に対する問題解決能力がないことに激起こした市民による政権交代だと認識しております。ちなみになぜ、プーチンが EU とアメリカが裏で煽ったウクライナの軍事クーデターによる反強制的な軍事介入だと認識しているかというと彼の前職がスパイだったからです。スパイなので当然他国に対する、扇動政策もしますし、他国の政治に裏側から工作をかけることもします。スパイなら選挙だって当然自分が有利になるように操作します。そういうスパイ脳であるプーチンの色眼鏡で見れば、そうなるのです。これがプーチン氏と西側諸国の見る世界線に大きな隔たりがあるので、プーチン氏とウクライナは、どちらかが圧勝するまでは交渉できないと予測できるコアの部分です。次におまんじゅうの独断と偏見ですが、生物はこの生存を最も重視しますので、法律で縛って、監視、厳罰を与える機関が存在しない限り、汚職を止めることはほぼ不可能です。次に汚職や権力の私的利用を止められる唯一の制度は民主主義制度だけだと思われるからです。理由は独裁国家は汚職や権力の私的運用をしないと、独裁国家を維持できないのでほぼ 100% 汚職を改善することはできません。民主主義だからといって汚職がなくなるわけではないのですが、汚職の比率を手っ取り早く下げたいなら、民主主義しかないよねってことです。次に、プーチン氏は、西側諸国が、2014年のウクライナ国民を煽ってクーデターを起こしたんだ。だからウクライナとロシアとの関係を従属関係に戻さねばならないといった世界線で生きているわけですが、ユーロ、マイダン革命のきっかけとなった、汚職をなんとかできなかったのは、独裁国家のロシアのジュニアパートナーみたいな傀儡国家を作り上げていたから汚職を払拭できなかったように見えるわけですし、EU に歩み寄ろうと提案した、西側寄りのウクライナ人を、親ロはヤヌコービチ政権に圧力をかけて、拒否させたから、ユーロ、マイダン革命のきっかけを作ってしまったように見える。ロシアだって、何度も親ロはヤヌコービチ政権になるように政治介入していたように見えるわけですので、自分の都合のいいことはだんまりして、都合の悪い結果は、選挙に不正があったって言ったり、全部民主主義陣営が悪いっていうのは非合理的だとおまんじゅうは思うわけです。これらは全ておまんじゅうの独断と偏見です。最後に、長い目で見れば、民主主義国がウクライナに対する軍事支援を止めるという合理的理由が少ないです。理由は覇権主義国家が侵略戦争を吹っかけた結果、領土を手に入れられるなんていうマージテイストを味わうことになった場合、中国が学習し、実行する不確実性が最大化されるからです。角度を変えると、このロシアを止めないことは、次の戦争の火種に火をつけることになり、実は戦争が激化、長期化する可能性が高いからです。一部、もしくは多数の人族が論理的、合理的に意思決定するというのは間違いで、一部、もしくは多数の人族は感情によって意思決定するのです。それとプーチン氏が核兵器を使うかどうか、プーチン氏が気が狂ったら使うとかそういうことではないと予測できます。見えている世界が湾曲した世界か客観的な世界かは別にして、自分の命が脅かされるか、核を使うことで劇的に勝利できる場面であれば使うと予測できます。